負けたで無抵抗で終わったもう首位より B クラスの方が近いんだよなせめて9月まで持ってほしかったな来年から暗黒確定なのにもう始まってるこの状況でビジター9連戦や待ってろにチャム祖父番今行くからなまあ三浦と石井拓郎じゃスモールベースボールやりたがるだろうし野手の復調も難しいやろな45月の負けてても取り返す雰囲気がまるでなくなったよな これ夢の19連敗いけるだろう1勝1点も取れないし強力横浜打線とは何だったのか連日のヒンダもついに無得点ビハインドで被弾もう言い訳できねえよ今永が打って今永が完封するぐらいしか勝ち筋が見えんしかし打線は何でこんな湿ってるんだよ毎年守備の差見せつけられてんのになんで改善しないのマジで何もない試合やったな弱すぎる でもチケット売れまくりやからもう満タイヤもうディアーナの徒競走早いやつを選手登録しようやご視聴ありがとうございましたチャンネル登録よろしくお願いします